はいどうも、 B 社です。今日の動画は IKEA のデトルフを DIY していこうと思います。今こんな感じでフィギュアをディスプレイしているんですけれども、真ん中のサノスを飾っているところですね。棚の高さの位置っていうのがサノスの肩ぐらいのところに来ちゃってるんですよね。なので今回は高さを調節して、この上のデッドスペースっていうのを解消していこうと思います。で、そのやり方なんかを記事を参考にしているものになるんですけど、動画として出していこうと思うので、よかったらこちらも参考にしてくれると嬉しいです。今回使用する道具はこんな感じになりますね。まずこの下のやつがアルミパイプって言って、中が空洞のものを用意しています。ここにボルトを入れて、最終的には固定するといった感じになりますね。そしてこちらが 50mm のステンレスのボルトですね。六角ボルトになっていて、これも使用していきます。そしてワッシャーがステンレスワッシャーのドーナツ状のものと、バネのタイプのものですね。これは2種類今回用意しています。そしてこの六角に使うナットですね。ネジ類はこの4種類となっていて、そしてもう1個がこのカップリングっていう、ボールチェーン専用パーツっていうのが書いてあるんですけど、ボール径が 5.0 の 4.5 のものを購入して今回使用していきます。このサイズだったらデトルフの4つの角にある柱にも対応していると思うので、これを使用していきます。そしてあと使うか分かんないんですけど、ブチェルゴムっていうやつですね。振動に優れるとは書いてあるんですけど、滑り止め的な感じの用途として買っています。そして最後にこちらマイティーソー、間違えました、ハンディーソーですね。このノコギリも使用していきます。でこのノコギリはアルミの棒を切っていくのに使います。それじゃあ早速作業の方に取り掛かっていきたいと思います。そしてここで登場するのが、まずアルミの棒とこのハンディーソーですね。で、使用する棒の長さは 29.5cm ということだったので、それぞれ切るところに目印となる印をつけていきます。目印をつけるときなんですけど、一応 29.5cm でぴったりでつけてしまうと、後でちょっとヤスリがけで面取りをするので、ちょっと長いぐらい 29.6cm くらいの感覚で印をつけた方がいいかなと思いますね。それでは2本切るように印をつけたので、これをカットしていきます。で、切るときはしっかりと机とかで押さえて、切りくずとかも出ると思うので、ゴミ箱とかそういったものを用意してやるようにしましょう。それじゃあ次にこの切ったパイプですね。端っこがこんな感じで結構汚くなっちゃってるんで、これを金属のヤスリで削っていきます。で、ヤスってあげると、こんな感じですね。アルミのパイプなので結構綺麗にやすれますね。はい、それじゃあこの底板の置く高さを決めていきたいと思います。一旦は8センチくらいでいいかなって感じですね。高さを決めたら、まずそこにと印をつけていきます。はい、ここの高さは今は8センチというふうに決めてやっているんですけど、後で全然変えられるものなので、後で微調整すればいいかなという感じですね。そして次登場するのが、さっき紹介したこのボールチェーン用のパーツですね。でこれをこんな感じで、ここに固定していきます。ちょっと緩いので、ここら辺はナットとか使って後ほどきつく締めていく形になると思いますね。まずは下準備だけやっていこうと思います。それではこのパーツをそれぞれ4つの角につけたら、次はこのボルトと、あとワッシャーが2種類、そしてナットですね。これらを使ってアルミのパイプを支えるための柱っていうんですかね、そういった構造を作っていきたいと思います。でやる時の注意点なんですけど、僕みたいにもうデトルフを完全に組み立ててしまっている人もいると思うんですよね。そういう人はこの奥のところからやってあげるようにしましょう。というのも、このボルトが結構長いので、例えばこっちからまずこういうふうに入れてアルミをこういうふうに刺していくんですけど、そうすると奥からね、入らないんですよね、ボルトが。なので先に奥の方から、ここも無理やりにはなるんですけど、ボルトをこういうふうに入れてあげて作業するようにします。ただ今回は例として、こっちの手前でやった方が見やすいので、ここで実演していきます。まずこのボルトを差し込んでいくんですけど、その時にこの真ん中のところですね、ここにこのスプリングワッシャーをかませて、こういう風に刺していきます。で反対側からは普通のワッシャーと六角のナットですね、こういう風に固定してあげるという形になります。なのでボルト、金具、その間にスプリングワッシャー、
そして通常のワッシャーに最後はナットというふうな形になっていますね。でこれをまずこの奥の方の左右2箇所から作業していきます。それじゃあこんな感じで左右どちらもつけました。でまだ完全には固定していない状態となっています。一旦は仮止めにしといて、後ほどちゃんと高さ水平を保つことができたら固定するというような形ですね。でそしたら次に、この先ほどカットしたパイプですね、これをこの穴のところにスポッと、入れていきます。で反対側もこんな感じで入れていきます。そうすると手前がこんな感じで、少し隙間ができているというような形が分かりますかね。でこの棒がもともとついてたこの下の棒の代わりをするというような形になります。で、ここまでできたら、ほぼもう完成と言ってもいいんですけど、この反対側ですね、これを差し込みつつこのボルトを締めていきます。それじゃあまず左がこんな感じで、右もこういうふうに取り付けが完了しました。そしたら、一旦まだこう仮止めの状態になっているので、まずここにガラスを置いて水平をチェックしていきます。でガラスは、このデトルフにもともとついているやつですね。今回特に増設とかそういうわけではなくて、ただ高さ変わるだけなので、これをそのまま流用していきたいと思います。で、これを置くと、こんな感じでサノスの頭ちょっとまだギリギリかなっていう感じはするんですけど、だいたい指1本分くらい入るような高さになっていますね。なので、もうちょっと棚の高さは上げていくんですけど、まずね水平器でこういうふうに確認をします。ちょっと色で見にくいんですけど、ほぼ水平、ちょっとこの右が低いかなっていうくらいの位置になってますね。なので、そこら辺は微調整してあげながらもう少し高さ調整していきます。はい、それではこのガラスも水平に保てて、でこのナットとかも全部完全に固定したので、これで完成となります。結構ねいい感じのデトルフの改造ができたんじゃないかなと思います。ただ30センチのスケールのフィギュアっていうのは入らないんですけど、ブラックギドくらいのフィギュアであれば最上段にすっぽりと収まるくらいの大きさのスペースができるので、結構いい感じかなと思います。これからこの真ん中のところにもライトとかつけていくんですけど、全体的にはこんな感じの印象となります。予定としてはここにバトルダメージ版のアイアンマン、今改造の制作途中で、こんな感じで飾っているやつがあるんですけど、これのナノガントレットを装着した指パッチン直前の姿っていうのを、ここに膝立ちの状態で飾る予定となっているので、結構いい感じのちょうどいいスペースができたんじゃないかなと思います。今回の動画はこんな感じで以上となるんですけど、材料さえ揃ってしまえば簡単にできて、十分なくらい強度があるデトルフの DIY となっているので、サノスとか大型のフィギュア、これからベノムとかね、カーネージとか40センチ近くあるようなフィギュアっていうのが出てくると思うんですけど、そういったフィギュアを買う人でデトルフを普段から使用している人はかなりおすすめな DIY だと思います。今回の動画参考にしてくれたら嬉しいです。このチャンネルではホットトイズのレビュー動画だったり、カスタムとかこういう動画を上げているので、よかったらチャンネル登録お願いします。で、概要欄に Twitter とか Instagram のリンクもあるので、よかったらそちらもフォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。